も違うのせいみたい。だって水伝えてるに対してあなたの君といつお店だからおしゃれなとこがいい。ちょっとくだりで写真撮りたいんだもんね。振り回したいわけじゃないのでたいことがみんなたくさんあるの。このままって言わないで君の心を考えてる。私の中で言えないのを分かってほしい。このままって言わないで私の脳内の中は君で溢れてる。だから理解して私のわがままをチューチューマイダーリン。
では早速自己紹介からしていきたいと思います。まずはイケちゃんから。はい、マシュマロホワイトタンタンイケちゃんこと池田アンナです。イケちゃんって呼んでください。せーの、イケちゃん。 Thank you so much。 はい、バブピンク担当コモモユアです。ユアちゃんって呼んでください。せーの、ユアちゃん。はい、ハピネスブルー担当ゆうきももかです。ももちーって呼んでください。せーの、ももちー。はい、誘惑パープル担当永瀬みくりです。みくりって呼んでください。せーの、みくり。ありがとう。はい、今日はね、私たち夢人の解散ライブにお越しいただき本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さん盛り上がってますか。思うんですけど、ゆあちゃんどうですか。はい、今日はね、ちょっと来てほしくないようなって感じだったんですけど、ちょっとね、寂しいけど、なんかライブラーメンラーメン食べたいね。ステージに出たらなんかいっぱいねいてくれてめっちゃ嬉しいです。今日は楽しい思い出作りましょう。イエーイ。はい、じゃあね、早速ですが、ここからね、カバー曲を披露していきたいと思います。おっと、まずはこの2人に歌っていただきましょう。どうぞ。やったー、やったー。そういう意味じゃん、このバケーションは。
ということで、ゆめスタのライブ、ここから後半戦になっちゃいます。やー、早いね早いね。でもね、後半戦みんなまだまだ盛り上げていけますか？もっともっと声出せますか？一曲一曲でラストになるぜ。みんな、なんだ、なんて言うんだっけ、なんだっけなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、行くよ行くよ、まった盛り上がった、行けるよね、だよね、ありがとう後半戦まだ楽しんでいきましょう。キャラメリック
ね、ずっと告知してきてね、はい、あっという間に今日が来ちゃって、始まったらもう終わっちゃうっていう。いやー、皆さんの顔見てるとじんわりきそうになるけどね。まだ誰も泣いてないね。そうだね。まだ楽しい時だ。まだ楽しい。まだかな。今日一番最初に泣いた人はね、ショット飲まなきゃいけないっていう。そんなん言うなよ今。ショットって言葉アイドルライブ中にやめていっちゃおう。なんか一番言ってんじゃん。私が言い出しっぺなんですけど。もうね、あの池田さんね、お酒我慢しようからね、今ね。そうなんですよね。毎分毎酒やめたらね。だからもう終わったらガム飲みしたいがために泣いた人ショットってんだけど、多分私が一番先に泣くだろうなって。そしてから飲みたがりなんですよ、ただの飲みたがりですね。早く飲めたい。でもね、まだね、ラスト1曲ある。はい、皆さん、ラスト1曲まだまだ声出せますか？もっともっと声出しますか？それではラストの曲、みんなに大好きな大好きな思いを最後の曲で伝えたいと思います。ずっと大好きだけどね。聴いてください、 No Lies Back。 やったYeah!
「答えは今日の
したらぴったりかなってめちゃくちゃいい歌詞ちょっとクレーなズームと迷ったんだけど武田鉄矢やめとこうねさっきサライの立つとしねはいすいませんいい選曲でしたねありがとうで、ね、次がねもう本当の本当の本当に最後の曲になりますやっ朝まではできないやりたい気持ちは山々気持ちは山々ですかでねここでねあのメンバーね一人一人がねファンの皆さんに伝えたいことがあるのでねちょっと喋らせてくださいはい夢下の紫担当なるせみくりです今日はこんないっぱい集まってくれて本当にありがとうございますあ座っていいよでもそんな長く喋んないけどね私は何も喋ることを考えてきてないの喋ることが苦手なのにだからどうしようって感じなんですけどね前世を知ってる方もたくさんいると思うんですけどアイドルやりたすぎて前世が終わってすぐにねこのグループなんか私この池ちゃんと岩田がうちが入る前にいたメンバーでそのメンバーを見てわっなんて素晴らしいメンバーなんだ絶対このグループに入ろうって思って面接を受けに行ったんですねでねなんだろうその後ももちーが入ってくれてなんかアイドルって不仲とかよくあるじゃないですか、ね、あるじゃないですかでも私前のグループのメンバーにすっごい恵まれててだから次のグループすごい心配だったんですよけどなんかこんな素敵な3人に出会ってライブあると毎日楽しいし最近ライブ少なかったから会えなくて寂しいしみたいななんか本当にアイドル人生メンバーに恵まれて嬉しいなって思いますでこのね半年短かったんだけど短かったんだけど新しい出会いが本当にいっぱいあって紫を振ってくれてる方でもねこの半年間に出会った人もいっぱいいて前世からずっと応援してくれてる人もいっぱいいて紫以外振ってる人もみんな仲良くしてくれてうちは本当にマジでみんなのことが大好きで忘れられない存在です4人はこれからバラバラになっちゃうんですけど何だろう過去にこんな面白い4人組いたなみたいな感じで振り返ってくれたら嬉しいです多分、だってサブスクも残るよねだから曲は残るよねだから曲は毎日聴いてSNS うちわのこと見てこれからもずっと心は一緒にいてください半年間本当ありがとうございましたはい、今日は雨の中夢下のラストライブに行ってください本当にありがとうございます
皆さん楽しんでくれましたか？私はね、自分のステージを見て明日も頑張ろうって思えるようなね、元気が与えられるようなアイドルになることをね、目標にして活動してきたんですけど、私は皆さんに元気を与えられましたか？よかった。この半年間ね、すごいたった半年とは思えないほど濃い時間を過ごさせてもらってね、その中でね、もちろんね、楽しいこともたくさんあったんですけど、まあ辛いこととかね、しんどいこととかもたくさんあったんですけど、でもなんか、なんていうの、嬉しい時はみんなと共有して、悲しい時はみんなに支えてもらってってね、できてね、なんかみんながいなかったら、そのメンバーもファンのみんなもいなかったらね、私は多分半年もいなかったんじゃないかなってぐらい、ちょっといろいろね、あったんですけど、本当にみんなのおかげでね、今日を迎えることができました。でね、夢スターメンバーとね、出会って、ここでね、ファンのみんな、新しく出会った人が本当にたくさんいて、みんな本当にいい人たちで、メンバーもね、ファンの人にもすごい人にね、恵まれたなってめちゃくちゃ思います。でもね、やっぱり、なんかもっといろいろ行きたいところあったし、いろんなイベント出たかったし、いろんなステージ立ちたかったし、まあ、こういうね、単独公演も、ファーストワンマン、セカンドワンマンでどんどんね、やっていきたかったし、もっとね、みんなと思い出作りたかったんですけどね、それが叶わないのはね、めちゃくちゃ寂しいです。めっちゃ悔しい。けどね、泣いてねえよ、バーカ。でね、なんて言うの、私が忘れちゃったな。でも本当に叶えたかった夢がまだあったんですよ。だからね、またどっかでね、みんなと一緒に夢を追いかけられる日がね、来たらいいなと思います。メンバーともね、またこれからもね、ご飯行ったりね、飲みに行ったりとかね、したいです。みんなもね、私たちのこと、無限スタートレールっていうユニットがいたんだってこと忘れないでください。だからふと思い出して、あのユニットなんか頭おかしいやつばっかだったなとか、曲めっちゃ良かったなとか、いろいろ思い出してくれたら嬉しいです。改めまして、今日はね、本当にね、夢下のラストライブ来てくださって本当にありがとうございました。はい、改めまして、無限スタートレールの解散ライブにお越しいただきありがとうございます。私もちょっと何を話そうか考えてきてないんですけど、本当は今日半年のワンマンとしてデビューライブに発表されて、なんかその気持ちでいたら解散ライブになっちゃったんですけど、もともとアイドルやりたくてずっとで、なんか声かけていただいて、顔合わせして、すごいなんかいいなって思って、レッスン頑張ってデビューを迎えて、でなんか本当にこのまずメンバーがなんかメンバーだけどめっちゃ友達みたいな感じで何でも話せるし、なんかいい意味でみんな大人だからすごい居心地が良くて、正直もっと一緒にこれからも活動を続けたかったです。ファンの皆さんも本当にいい人ばっかりで、自分新しく出会った人とか前から応援してくれてた人とかいろいろだけど、本当にみんなのことが大好きで、私のことを知って、他のメンバーのファ
ファンの方も本当によくしてくれて、なんか毎回お話ししに来てくれたりとか、ライブ中声してくれたりとか、ペンライト振ってくれたりとか、なんかすごい高いなって思ってます。今日まで本当に実感湧かなくて、なんか本当に今日が最後なのかってまだちょっと思えないんですけど、でも今後のことはまだ決まってないけど、またアイドルは好きなので応援してくれる方がいる限りはまた続けたいなって思ってます。でまたどこかでお会いできたら嬉しいです。残り短いですけど最後までよろしくお願いします。ありがとうございました。いけちゃんです。どうもいけだです。ちょっと皆さんにね、最初ちょっとね、あ、来てくれてありがとうございます。謝んなきゃいけないことがありまして、この場を借りて謝罪させていただきたいんですけれども、私池田アンナですね、10日間お酒を飲まないって言っていたんですけど、まさか9日目にハイボール飲んでしまいました。すいません。でも聞いて聞いて聞いて、トリスとか宅配とかじゃなくて、ちょっといいウイスキーだとか許して。そんな感じで、はい、まあ、アイドル生活のことなんですけど、まあ、このね、私がデビューした時はね、ちょっと皆さんに大きい景色を見せてあげるよとか意気揚々と振りまいていたのにもかかわらずね、こういうことになってしまって本当にごめんねっていう気持ちでいっぱいなんですよ。で、私はなんか自分の力でどんなちっぽけなねスタートでも大きくしていける力が私にはあるってあの時はちょっと思っていたんですけど、現実はそう簡単じゃなくって、後から入ってくれたももちゃん、みくりんにもね、私がいるから大丈夫と思わせてしまったところがあると思うんですけど、やっぱり力が及ばずでなんか日々苦しい思いをしてきたんですけど、個人的にもその清く正しく美しく次は頑張るって言ったんだけど、やっぱり、暴れん坊将軍だとか変わんなくて、運営さんに怒られたり、おしっこ言って怒られたりして、ちょっとね、思うようなアイドル像にはやっぱり私は、向いてないのかなみたいなあったりしたんですけど、みんながね、どんな小さなステージでも笑顔でね、白いペンライトフリフリってしてくれたり、特典会で今日も面白かったよとか言ってくれたりするのをが励みになって今まで頑張ってくれたなって思いますね。ちょっと人間味がすごくて、私は泥臭い生き方をしちゃうんで、世でいう有名なアイドルグループさんのように綺麗にはいかなかったんですけどね、そんな私だからまあ愛されていたのかなとも思って、ちょっとね、自分でお呼びして、はい、これからの人生も皆さんの顔を思い出して生きていきたいと思います。はい、本当に半年間こんなね、まあ私だけじゃなくみんなも暴れん坊だったんですけど、こんな異色なアイドルグループをね、推してくださって本当にありがとうございました。この半年間はめっちゃ手間だったんですけどね、私の人生にとってめっちゃ財産となる方にいっぱい出会えたりとか、ファンの皆さんもちろんで、自分が成長できた大事な大事な半年間で、死ぬ時にバーって走馬灯に出てくるくらいの思い出だと思うので、この思い出を胸にこれからの人生、長い人生歩んでいきたいと思います。本当に無限スタートレールを応援していただきありがとうございました。いけちゃんでした。それでは次が本当の本当の本当にラストの曲になります。みんな立ってください。悲しいね、悲しいけど、最後ラスト1曲、本当にラストなので、みんな最高の景色見せてくれますか。まだまだ声出せますか。
な大好きなみんなに届けます。聞いてください、未来ナビゲーション。明日も楽しみ、最後の挨拶いきますよ。それでは以上
私たち無限スタートレイル夢スターでした。ありがとうございました。忘れないよ。